んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、群馬県に来ております。3回連続群馬県に来てますね。前々回が水上温泉で、前回が猿ヶ京温泉、そして今回がですね、今回も草津伊香保は行きません、なんと四万温泉でございます。四万温泉も有名ですよね。千と千尋の神隠しの題材モデルとなったと言われている宿がありますし、名前はね、何度か聞いたことはあったんですけれども、行ったことがありませんでした。ただ3回目の群馬なので、道はね、正直ね、飽きました。いろいろと変えて下道走ってますけど、だいぶ飽きてきてますんで、道は飽きてますけれども、群馬県はまだまだ魅力がいっぱいなので、今回も向かいたいと思っております。ここからまた約下道で2時間、ドライブ楽しみます!デイ!天気が良くて、この土手沿いのドライブもすごく気持ちいいですね。そしていつものようにチェックイン前に、何箇所か観光はしようと思っております。まずは島の大穴群というところと、その後奥島湖で、さらに、島温泉の温泉街を見て回れたらいいかなと思っておりますけれども、3箇所なんでそこそこ時間費やすんで、まあ、間に合えばその3箇所行こうかなと思っております。道の駅に着きました。霊山竹山さんという立派な道の駅ですね。そしてこちらに蕎麦屋さんも、こちらも立派ですね。こちらのお蕎麦屋さん相当人気ありますね。結構この道の駅にぎわってるんですけど、ほとんどの方がこの蕎麦屋さんに入っていってます。道の駅を出まして、ここから約20分くらいで、第一目的地の島の大穴群に到着します。もうほとんどノンストップできたんで結構疲れましたけどね。ここからは観光を楽しむだけなので頑張れそうです。島の大穴群駐車場に着きました。意外に車が止まってますね。少し歩くのかな。では見に行ってみましょうか。おしゃれなカフェが併設されております。そもそも大穴とは何ぞやという話なんですけれども、簡単に言うと、小さな穴に、そこに小石がコロコロ転がり落ちまして、でその川の流れで小石がまたその穴をでかくしてできた穴が大穴というそうですね。はい、そして着きました。あれー、まあどうなのこれは。こんな感じですね。なんかね、増量してて川の水があんまり見えてないみたいなんですけど、ちょうど紅葉がかっててなかなか風情ありますね。近くまで来てみました。本当に川のギリギリまで来れます。やはり穴が見えないんですよね。水量が多いのかな。ただこんなにギリギリまで来れるとは思わなかった。綺麗ですね。迫力もすごい。
群見れませんでしたね。残念でしたね。あのネットで写真見つけたら貼っておきます。続いて、ここから約 7,8 分で、着く奥島湖ですね。あの島ブルーっていう青い綺麗な湖があるそうなので、そちらを見に行ってきます。ただ天気悪いからね、どうなんでしょうね。奥島湖着きました。綺麗なグリーンですよ。わかりますか、画面越しにも伝わるかな、この色。あの奥大井湖上駅とか静岡県でこんな感じの湖の色を見たことありますけどね、本当に綺麗。水の量は少し減ってますね。奥島湖綺麗でしたね。あの湖の周りをぐるーっと回ることもできたんですけれども、時間も結構なくなってきたので、今からついに四万温泉に向かいます。あの石前館をようやく見ることができます。ただ混んでそうだな、楽しみだ。四万温泉街の無料駐車場に着きました。川沿いにある素敵な場所ですね。そしてこちらが温泉街なのかな。私たちの泊まる宿はこの中のどれかにあります。であちらの方に行くと有名な、石前館があるのかな。では歩いてみます。初めて四万温泉来ましたけど、結構奥地の方にあるんですね。秘境にある感じでしたね。すごく雰囲気ですよ。うわー、ええー、わー、たまらんわこの感じ。これ共同浴場っぽいですね。入れんのか、入れるわ、入れますね。ただ露天ではなさそう。中はこんな感じですね。いいわ。来ました。なんという雰囲気。ちょうど人もいない。結構車通り激しいんですよ。たまらんな、これ夜もまた来たい。落合通り。これは温泉街なのかな。あらら、またいい雰囲気出しちゃって、あらららららら。ら スマートボール屋さんが2店舗も並んでます。両方ともやってるのかな、どうなんだろう。うわー、いいわー。あ、温泉街終了ですね。おしゃれなイタリアンっぽいお店もあったんで、もしかしたら素泊まりで来てもここで晩飯食うことはできるかもしれないですけども、なかなかリスクがありますね、それは。さて、あ、川か、川があるな。では石前館行きますか。さっき通ったんですけど、目の前人が多くて撮影できなかったんですよね。もう一回戻ってみます。さっきよりも人が増えましたね。これが、四万温泉のシンボルと言っても過言ではない石前館さんです。おお、どんな角度で撮ってもね、絵になるんですよ。ちょうど今人がいない時に撮ってますけど、いやーすごっ。
泊まってみたかったな。ただあの人気っていうのと結構高いっていうのとあのいろいろだったのでやめました。無事石前館見ることができてよかったです。あのなかなか人だかりができていて写真を撮る時間もあまりなかったんですけれども、あの誰もいない時間帯もありましたので無事カメラに収めることができました。それではですね、この後本日宿泊する宿にチェックインいたしますので、この辺で動画を分けさせていただいて、後編はまた概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。ではまた後編でお会いしましょう。バイバーイ。来ました、貸切温泉。半露天できるのかな。こちらあの一番人気とおっしゃってました。一番上の階にあるもう一つの貸切風呂に来ました。こちらもおしゃれ。やべえなこれ。ここが観光地化してるのも分かりますわ。